はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの、ジャイアンです。さあ本日なんですが、まあ、強奪というね最強カードがなんか3枚使っていいらしいんですよね。マスターディエルさんやりましたね。これはこれは来た、ついに完成した NTR デッキ、これが完成形です。あの NTR することしか考えてません本日。あのまあ、NTR っていうのは何かっていうと、あの寝取るっていう意味なんですけど、要は相手のモンスターをパクるってことですね。ええ、相手のモンスターのコントロールをダッシュして自分のモンスターはほぼ出さずに相手のモンスターの力で戦うっていう、まあ、そういうこと、まあ、渋川豪樹みたいな感じだよ、バキでいうところの、まあ、相手の力を利用していなして戦っていくみたいな、まあ、そんな感じですね。ええ、でまあ、コントロールダッシュ系の数なんと驚愕の 1,2,3,4,5678、これ90、11、12、13、14、15、16、17、コントロールダッシュ脅威の17枚プラス、まあまあ、この辺もコントロールダッシュに数えていいのであればもう、ありえない量の17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28枚、なんとあのコントロールダッシュ系カード28枚っていうね、本当に意味が分かんないデッキになった。本当に意味が分かんない。これ、まあ、ちょっと使ってみた結果なんですけど意外と強かったという。こんなの強いわけないんだと思うじゃないですか。意外と強いっていう、相手のコントロールをダッシュすることができるような魔法トラップカードの向こうがないようなあのデッキであれば意外といけるんで、ちょっと早速ご覧いただきましょう。はい、寝取っていきます。全力でデュエルスタンバイ。おい伸びた、遊戯をしようぜ。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。手札やばくて草。なんだこのうんこみてえな手札、人のことパクることしか脳にいねえなこれ。あー来ちゃったー、うらら、うららじゃねえや、増殖するち腐った、もう最悪マジで。これもうドロベに打てってこと、増殖するち、うざすぎるってこれ。まあ、でもね結局ねこのデッキは増地ドロベに打って止まられても困るわけですよ。なんでかっていうと相手に展開してくれないとパクるモンスターがいなくて俺やることないんで、マジで何にもやることないですよ。相手がモンスター出してこなかった場合はだから基本的には相手に強いモンスター出してもらって、まあ、それをいただくといういただき女子ですね、これいわゆるね、いただき女子、まあ男子なんだけど俺はいただき男子デッキなんで、だからまあ増地打って相手に展開を止まられても困るという話がありますんでね、展開してもらわなければもうダメという話はあります。いやこっちラーズだけマジでやめてほしい、ちょラーズだけマジでやめてください、ラーズだけお願いします。あエグゼクティブシーザーか、なるほど、そっちか。あでもまあまあまあ、じゃあ効果無効はないな、じゃあこっちの魔法トラップカードを無効にするカードはないな今のところ。いやだったらいけるぞ、だったらいける多分、いやそれはワンチャンあるでしょう。なるほどね、エンドフェイズオッケー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 、あトゥーンキングダム来た。あーこれ一応あれだな、全部通ったらアクティブになるな、すべてのカード。これ一旦エクレシアからセクレシア、白の聖女セクレシアからいっていいかなこれ。これ発動する効果じゃねえか、止められねえし、これ撃たれても別に逃げればいいからいけるか。いやでも逃げたらミスミスシーザーの効果使わせることなんだこれ、ちょっとあかんわ、これ超融合撃つわ普通に。ちょっと待って、これ、ま、間違えた順番、間違えた順番、順番間違えたけど、まあ、対戦行きはない。ちょっと一旦リットルナイト出されるの嫌なので、これ一旦普通にスターベルも、プレレダーフュージョンダラゴン普通に出します。これ久しぶりに出したわこいつ。うわあなたと私で超融合、いやあなたで超融合、スターベルムプレレダーフュージョンダラゴン、これ効果使っちゃうと、ユベルが出てきてなんかやばいこと起きそうなのでこれキャンセルしまして、強奪トゥーンキングダム、これいけるなマジで、強奪あっちパクって、いやこれ全部いけんじゃない、強奪でしょ、強奪でこれで、ファントム、これどっちでもいいか、ファントムオブイベルパクるじゃないですか、はい、で、トゥーンキングダムを発動しまして、でデッキトップが、3枚除外されますが一応、これでトゥーンワールド化しました、フィールドが、でトゥーンのしおり発動、あ順番逆かこれ、トゥーンの処理発動、コミックハンドで、コミックハンド打ってパクって、はいはいはい
なんか盤面全処理できたんだけど。なんか盤面全処理できたんだけど。神ゲーを来た。バトル一回。一旦バトルで。これ一旦バトルしてごめん、ちょっとなんか、ま、下手くそだったかな、これなんかワンキル取れた、もしかして。なんかワンキル取れそうじゃね。なんかあと900だな、残り。で、メイン2入りまして、これどうすっかな。まあ、アルバス出してこれるようにしといてもあんまり意味ないから、普通にリトルダイ出すか。で、ファントムユベルもういらないから、こうユベルを使っちゃってリンクサインすると、融合モンスター使ってるから、リトルナイトの効果ももしかして起動できるって話？いや、でも結局ファントムオブユベル出てくるか。まあ、ファントムオブユベル出てきたところでな、でも正直。ファントムオブユベル出てきたところで感はすごいある。で、SP リトルナイト特殊召喚で効果発動。これはナイトメアペインをもう背負っちゃって、で、開門の効果はシーザーで止めればいいですね。これ来ましたね、これは、これは来ました、神ゲー。これで開門はモンスター効果、モンスターの効果を含むモンスターの効果発動、あ、やべえ、これカードじゃん、うわ、やべえ、これ効果発動止めらんねえじゃん、最悪、待って。おいちょっと、お前のモンスター、お前のモンスター好きでかすぎるだろ、これ。これカードの発動じゃねえか、止められんの。うざ。うわ、効果止めらんねえ。うざすぎる。永続魔法、永続トラッパー止められないってことか。やべえ。ちょ、いっさ。なんかやばいこと起きるか、これ。ちょ、助けて。あー、やばい。スピリットオブネオス特殊召喚はいいわ。スピリットオブネオス特殊召喚効果はないの、効果。え、マジ何も入ってないじゃん。おいナイトメアペイン1枚構築か。いや、まあ結構あるんだよな、最近。ナイトメアペインって本当になんかもう、サーチしてから使いたいカードだから、なんか1枚にしてる人も結構いますね、最近ね。うん。これはいけるか、じゃあ。いや、なんかこれ、こっから展開レベル、わたスペットレベル出てくるぐらいでしょ。ナイトメアペインなければ、多分ワンキル取れないと思うんだよね。はい、エンドフェーズ来ました。あれ？なんか、相手のユベルなんか、甘えな。そんな程度で、あ、ちなみに僕トゥーモンスターなんですよね。ダイレクトアタック行きまーす。ユベルなんて無視して殴ればいいんです。対戦ありがとうございました。まあ悪くはないのかな、これ。ハンド的にはディメンションアトラクター、いや、これ増殖する呪術しかないか。ディメンションアトラクターなんだろうな、これ。メタビーかな、フシャトリラかな、ちょっとフアンダリーズかな。まあ、ディメンションアトラクター打つデッキにログラできないみたいな話だけど。お、なんか割とドローさせてくれるやつ、これ。マジ？やった。ドローさせてくれるやつですか？まあでもユニコーンだけは特殊化するから、さすがに。あー、なるほど。これ2ドローエンドかな。さあ、クシャトリラ、ユニコーンって言って出てきて、ユニコーンって出てきて、パーピアス持っていただける。で、このフェンリル出てきて、まあ、フェンリルユニコーンエンドみたいな感じですかね、じゃあ。はいはい、強奪。人のもんパクるのよくないですよ。そんな、なんか堂々と目の前で人のもんパクるのよくないですよ。強奪3枚めっちゃおもろいよな。まあ、ちなみにですけど、強奪っていろいろ使い方あるんですけど、ぶっちゃけあんま、その、なんだろうな、あのマツダデールのなんか環境で使われることはないかなと思いますね。はい、個人的にはあんまり。おいお前、それやべえんじゃねえの、そんな道路さしたら。お前、このデッキマジで相手のモンスター NTR するカードしか入ってないからね。なんか展開に展開重ねて、ちなみにクシャトリラって多分ね、あんまり魔法トラップカードの向こうあんまないんだよね。だからでもこれ結構やばいと思うよ、これ。これマジでそんななんかドヤ顔で展開してるけど、これ多分なんかそんなことしたらマジで天罰下るから、そのぐらいでやめてとかいいと思うよ。マジで苦しむの君だよ。君が強くなればなるほど君が苦しむからね。なんかユベルみたいなこと言ってるな。はいはい、なるほどですね。あ、超融合、もう超融合はちょっとクシャトリラには打ってないと言われてるんで、まあちょっとあれですね。で、クシャトリラシャングリラ、はい、クシャトリラシャングリちゃんの効果発動しまして、いや、これ盤面めちゃくちゃ強いもんな、これ。パッと見だとな、パッと見だとめちゃくちゃ強い。で、クシャトリラユニコーンって出てきて、はい、了解です。
そうですね、まあ、とりあえず手始めにどっから行けばいいですか、これは。これなんか全部どっからでも行きますけど。どっからでも行きますけど、これ。おい、のび太、遊戯をしようぜ。お前のカードは俺のもの。俺のカードも俺のものだ。強奪2連だ。これやっていいことと悪いことあんだよ、これ。やっていいことと悪いことあんだろ。あ、大きい声持ってんのか。コミックハンド、はい。やばい、これ、このゲーム。このゲーム、ガチでやばい。遊戯王終わった。遊戯王が終わりました。マジで、無限回パクれる。あと4体パクれる、モンスター。まあ、一応、アレバスも含めたら5体パクれる。まだ5体パクれる。これはフェミルの効果は使わない。パクレモンスがいなくなるのは困る。でクシャトリラ、シャングリラ、はい、了解です。でクシャトリラ、シャングリラの効果によってなんか知んないけど、モンスター層が埋められましたと。埋められて、まあ、あれは別にパクれるからいいんだけど、あれアルバスって捨てるだよね。手札1枚捨てる発動、あ、OK、だから捨てて発動だから、まあ、アルバス召喚して、はい、で効果起動します。でもう使用にならないから捨てまして、これで相手のなんか、クシャトリシャングリラ君がいるんで、これこうしてまして、こうします。で、あー来て、でこれで相手のシャングリラを処理し、さらに、トゥーンキングダムを発動し、デッキトップ3枚除外しながらコミックハンドで、あなたのモンスターはトゥーン化しますって言ってパクって、4分の3自分のモンスターじゃなくて草。クソデッキすぎる。あー、まあまあまあ割と、まあ、悪くはないハンドではあるな。悪くはないハンドで、コミックハンド、コミックハンド参戦グレードだから、まあ一応まあ4体分くらいはパクれる可能性がある。トイボックスじゃん、出ました、トイボックス。トイボックスは、なんか魔法トラップカードとして置けるカードをなんかデッキから置くことができるっていう効果ですね、はい、でこちら墓地送られると特殊ができるっていう、あ、イリュージョン・オブ・カオス、なるほど、イルカス来た、まあ、マジシャンズ・ソウルズ、ああなるほどね、これソウルズであれか、魔法トラップゾーンのカードを送ってドローしながら特殊化か、これもう強いな、これこの動き、トイボックスの、まあ、うまいことのつ、いい感じの使い方っていう話ですよね、はいはい、なるほど、いいんじゃないですか、これなかなか強いですよ。でトイソルジャーの効果で、光属性レベル4を手札に加える、王立魔法図書館は草。おい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 、ちょ、なんだこのデッキ、なんなんだこのデッキは、一体全体よくわからんことが起きてるぞ。レベル4のモンスターみたいでオーバーレイか、スプリガンズメリーメーカー、何、おい、なんだこれ、クソデッキじゃねえかよ。トイボックス図書館デッキって何、これ何すんのこれ、マジでわからん、まあ、とりあえず図書館ってことはまあドローしてんだろう。さあ4体を使って、あ、スカールデッドさんですね、なるほどですね、まあ、めちゃくちゃドローしたい感が出てきますよね、めちゃくちゃドローしたい感、スカールデッドで4枚ドロー3枚戻しが入りますよと、はい、なるほど、はい、あちきれ強いな。なんだこれ、エクゾディアでも揃えんのかこれ、ちょ、わかんないって、何すんのこれ、おい、やべえって、もうちょっと止まってくれ頼む、トイボックス使いすぎやて。さあトイボックスが謎の効果、あ、トイボックスの効果、ああ、よ、竹水も破壊できるの強いな。さあトイボックスの効果、シンタ、あ、でもよ、もうサーチするカードないじゃん、全部引いたか、竹水カード。強引に引きに行ってね、相手なんか強引に引きに行ってね、めっちゃめっちゃ強引に引きに行ってて草なんだけど、はい、破壊、なるほどなるほど。なるほど、エンドウェイズ、え、なになに、わからんわからんわからん、なにこれ、なんかターン返ってきたぞ、おい、ターン返ってきたぞ、謎に失敗したが残り3枚だって、相手のデッキ、いや、これいけるじゃん、じゃあ、いや、これちょっと分からせるわ、じゃあこれ分からせます、これ普通に、こっちは全部パクります、相手のモンスター、相手モンスター全部5000しかないじゃん、相手ライフ、勝った勝った、これなんかワンキル失敗しとる、だからこれ待って、チキンレース破壊してればいいな、
これチキンレース破壊してなんかライフがなんか少ない方がなんかダメージ受けないみたいな、うんこみたいな効果、まあ、一応まあ除去して除去させてもろて、でトゥーンのしおり発動する。トゥーンのしおり で、コミックハンドとかいう最強カードを手札に加えて、はい、ほんで、まあ、トゥーンキングダム爆発させるか、まあ、ちょっとトゥーンの目的先に発動するか、トゥーンの目的先に発動して、まあ、一旦これは、まあ、目次よりもしおり持ってきといて、で、これでトゥーンキングダム発動しておいて、で、あ、ちょっと待って、やべえ、俺これ一時休戦使われてんじゃん。え、やばい、ダメージがゼロになるな。やばいやばい、おい、これ勝てなくない？待って、これすべてのダメージゼロになるっていうガチでやばい効果ありまして、お相手し、これやばいですね。これどうしましょう。大ありくいくいありは何するんですか。魔法トラップカード破壊する。いやいや関係ねえな、これマジ関係ねえ。いや、とりあえず全部パクって殴ってたところであんまり意味ないな、これ。え、これどうすればいいの、これコミックハンド、とりあえず強いやつパクる。ちょっと待って、わからない、これ俺どうしたらいいのっていうか、相手のデッキこれ何、マジで何これ。なんか謎にスカルデッドの効果使えるから使うか。スカルデッドの効果使います。で、グレイドル、なんかイーグルが出てきました。わけわかりません、意味不明です。で、強奪しますか。いや、別にいらねえ、別にいらねえ、マジあまりにいらねえ。俺、スマホ落としのところで1枚ワンドローさせてもらいますよ。トゥーンの目次いらねえ、あまりにもいらねえカード来た。で、トゥーンキングダムを回収で、なんですって、これで、大ありくいくいありで、これトイボックス破壊してもいいやつ、これ。トイボックスは特に破壊されてもなんもないか。で、トイボックス破壊する。え、ちょっと、マジで、これ、どうしよう。いや、ヴァンパイアシェリダンは出せるけども。いや、出せるけども。いや、これキル取れないんだけど。いやー、ちょっと一時休戦きちいって、これ待って、これ、これどうしてればよかったの、これ。やばい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 、ドローは、あー、嘘だろ、嘘だろ、マジ